はい、ということでですね、ちょっとまたニュースが溜まったんでですね、ちょっとこっちのニュースラジオのようなものをですね、やろうかなという感じです。はい、ニュースアタックの時間ですね。何回か作ってるんですけどね、時間がね、30分いっちゃうんだよね。30分いたらさすがに見ねえよなと思っているわけなんですよ。こんな話をしてる場合じゃないんですけどもね。ということで、最低でもさ、20分ぐらいだよね。俺もね、見ないですから、YouTube ファイルとかでさ、30分いってももうやだよって感じね。15分がベストだよね。20分いったらもう、ちょっと長えな、みたいな感じなんでね。なるべくそれぐらいにしたいんですけれども。ということです。長くてもね。しかしね、ニュースがたくさんあるんだよね。それでさ、まとまんないの。しょうがないなって感じなんだけど。はい、ということでですね、今回もですね、文章を作って1枚というか、1ページというか、1シーン作っておりますので、それを見ながら解説したいと思いますね。まあですね、本当日本は大丈夫なのかっていうか、もうすごい、ものすごく変になってきてると思いますね。これはダメでしょうって感じですね。はい。まあいいですよ。ということで、まあ、よくないですけれども、ちょっと、それやってる、その話してる場合じゃないんで、まあなんか、見ながらですね、文章を見ながら、うだうだ話しますよ。はい、1番。1番はですね、カルト宗教団関係ということです。ですね、2番目の文章からちょっと話をしますね。これは2番目は何かというとですね、共同通信のニュース記事があったんですけども、北朝鮮機関が統一教会創設者遺族に弔電なんていう、こういう記事があったんで、これを挙げておきますね。なんでかというとですね、昔のやつの補強になってるからなんですよ。補強はですね、だから統一教会とね、北朝鮮がちょっとつながってるなんて、でも噂でどこまで本当か分かんないななんつってさ、言ってたと思いますけれども、これ読んだらですね、あ、やっぱりあるんだなと。で、文章になって、こういう記事の文章なんで、まあ、ほぼ間違い、ここに書いてあることはほぼ間違いないと思いますね、ということですね。で、言っとちょっと文章を言いますけれども、この記事は何かというとですね、まあ、文鮮明さんの死去10年を前にですね、文氏の遺族にですね、弔電を北朝鮮の機関が送ったというニュースらしいんですね。で、そこと一緒に書いてあったことをちょっと挙げますと、文氏はですね、1991年ですから、なんだっけ、冷戦が終わった直後に行ったらしいんだよね。11月末に訪朝し、文氏はね、で、金日成で主席と会談っつってさ、なんかいろいろ協力していこうと決めたらしいんですね。それで、その時に文氏は生前口にしてたことは何かというと、金主席とね、兄弟の契りを交わしたとかいうふうな話があるよなんていうことね。この辺の話はだから書いてあるから、そういう噂はあるんだなというのは、なんかつか、まあ、ほぼ間違いないでしょうということですね。はい、まあ、どれぐらい強くですね、その結びついてるかはちょっと分かりませんけれども、まあ、パイプはあったんだということですね。で、そうなってくるとですね、おかしいのは何かというと、まとめておきますと、統一教会はワシントン・タイムズを発行、アメリカで発行してたっていうふうに言ったじゃないですか。つまり、だからアメリカとも関係があるわけですよ。それで北朝鮮とも関係があるんで、ね、そういう系つながりでね、米国と北朝鮮がつながってるのかなという、米国と北朝鮮がつながってるのかという話になってくるわけですよ。まあ、一応そのことをですね、まあ、そういうふうに言う人もいますけれども、そのぐらいは、まあ、合ってると言えるんだなということが分かりましたということですね。はい、そんで最初の文章に戻りますね、ニュースに行きますけれども、日本のマスメディアのカルト宗教団関連のですね、報道が長く続いていると、これをちょっとですね、ニュースにしたいと思います。で、なんでかというとですね、よくよく考えてみるとね、スクープニュースで言いましたけれども、日本のメディアの親分っていうのは、ね、DS、アメリカ DS なんだよっていうふうに言ったと思いますけどね、バイデンさんがね、トランプさんのね、大統領選挙の事件とかを考えるとね、そういうのを言ったと思いますけれども そしたらさ、なんでその、
DS とね、アメリカの DS とさ、統一教会がつながっているというところで、そのつながっている、親分とつながっている統一教会は、なんで日本のメディアはね、これだけ叩けるんだという話で、これがなんかおかしいじゃないですか。なんかよくよく考えるとおかしいなと、こんななんか叩いてるのはどうしてなんだということなのね。で、まあ、専門家に言わせると、つうか全員じゃないですけど、なんか一部の専門家に言わせると、日本のマスメディアがね、従っている DS 内部のグループがあると思うんですけど、そのグループをですね、違うグループに変えたからじゃないかというふうなような感じで言っている専門家もいましたんで、それちょっと挙げていきましょうかということですね。だから例えば、要するにですね、DS 内の勝共連合に近いアメリカの DS の人、グループからね、勝共連合に遠い DS 内のグループのところに変えたんだと。所属はね、日本のマスメディアは。安倍さんとかがね、いなくなったんでということね。だから、こういうふうなカルト宗教団のね、関連の、ニュースを長くやってると。かもしれないねというね、そういう論法もあるよということで、ちょっと上げときますね。ってことはさ、まあ、言うとな、どういうことかというと、勝共連合から違う方だからね、共産化している方向に動いたのかと、かもしれないんで、それは一言また言っときますねということですね。はい。ただしですね、まあ、依然として日本のマスメディアはですね、ちょっとまあ、見たらば、テレビみたいなの見たらばね、以前と同じ方法で洗脳してると思いますから、グローバリズムまでやってると思います。ものすごくやってると思うね。ひどくなったと思いますから、グローバリズムな感じの作り方ね。なんつうの、感じが出てるってことね。なんで、そこは変わってないから、DS 内部で変わったとしたならばね、DS 内部の所属してるところのグループを変えたと思います。はい。まあ、それがまず1点目という、1個目ね。どんどんいかないと真ん中になっちゃうんだよね、これ。はい、2番目。2番目はですね、トランプさん関連ということですね。で、これ、トランプさんもですね、統一教会に関連してるニュースがありましたね。それを挙げときますよ、実は一番最初にね。ということで、それは何かというですね、トランプ氏、統一教会にビデオレターを送るという、こういうニュースがありましたんでね。送ったんで、あげときますよということで、これ2回目だと思いますね。1回目はですね、安倍総理大臣と一緒に、トランプさんが統一教会のですね、大会にビデオレターを送っていたと思いますけれども、これで今回はですね、安倍総理大臣のなんかお別れ会みたいな大会にですね、送ったらしいですね。なんで、それあげときますよ。そのとで、ね、まあ、ちょっとトランプさんも怪しさがね、まだ増したかなと。いう感じはいたしますね。まあ、もともとその安倍さんとくっつくところがですね、まあ、このカルト宗教団を経由してということだったらしいので、まあ、そういうところなんでしょうということですね。そういう感じの方なんでしょうということですね。ちょっと怪しくなったということですね。はい。で、まあ、トランプさんのニュースを続けますと、そうそう、次ですね、これですね、これでかいニュースでしたよね。FBI、Search at Trump's House Mar-a-Lago for Classified Information from Whitey House ってやつね。まあ、この通り、こういうことが起きましたよね。まあ、以前に、俺が、ちょっとアメリカ、きな臭くなってるよっていうふうに言ったと思いますけどね、この、うだうだニュースで 言ってたと思いますけれども、それが、まあ、このニュース見たときにね、あ、当たったなって感じがしましたけどね、俺はね。まあ、皆さんも思ったと思いますね。俺、すごいなと。当たってるなと。それでですね、そこのニュースに関連してですね、そのニュースに関連して、マジョリエ・テイラー・グリーンさんっていう方がですね、まあ、そのレイディーしたところの、ことで意見で言ってたんで、それちょっと上げてますけれども、言ったらしいんでね、多分ツイッターで言ったんでしょうけれども、それは何かというと、ここに書いたんですけれども、 The FBI has gone rogue and is doing the dirty work of a communist regime、 こういうふうに書いたらしいんですよ。で、これ17は何かというとですね、コミュニストという言葉を使っているんで、それを覚えておいてもらいたいなと思ってるんですね。なんでかというと、だからトランプさんの反対側、攻撃している方はコミュニストな感じが
するような、この人、ローメーカー、トランプさん側のローメーカーだと思いますけども、それぐらいの、ね、人がコミュニストだと感じるんだってことなのね、相手側を。だということですよ。単になんか2つの、ね、派閥があって戦ってるってんじゃなくて、その相手はコミュニストな感じがするということですね。はい。で、次のニュースいきますね。どんどんいかないと終わらなくなってしまうんですよ。そうそう。これはですね、おとといかなんかのニュースで非常に重要なニュースだと、これも思いますねということで言っておきますけど、このウォール・ストリート・ジャーナルの記事にあったんでね、まあ、記事の通りのことが起きたということで、記事のタイトルを言っておきますけれども、リズ・チェイニー・コンシーディス・トゥ・トランプ・バック・リー・チャレンジャー・イン・ワイオミング・プライマリーってやつですね。それはですね、それをちょっと読んでたらば、よくね、専門家でこれからアメリカは内戦になっていくとかいうふうな人がいると思うんですけれども、言う人結構いると思いますけどね、そんなこと起きねえよななんてさ、さすがにそんなにそこまでおかしくならないだろうなと思ってね、これをね、ちょっと読んだらね、ありえるのかななんてね、内戦になっていっちゃうのかなみたいな話な感じをですね、ちょっと受けましたと。思いますと、まあ、読んでみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。そこでですね、なんだ、その記事の中にですけどね、トランプさんが、なんだっけ、あれ、トゥルースソーシャルかなんかで、コメントをしてたみたいなんですけども、それがさ、まあ、チェーニーさんに向かって言ってたコメントが、またそれもまたトランプさん、すごい、何？チャレンジャーなことを言ってたんですけど、それちょっと言っときますとね、チェイニー can finally disappear into the depths of political oblivion where I'm sure she will be much happier than she is right now なんてこんな風に書いていたんです。まあ嫌味っつうのか、まあ、この人がですね、ジャニアリ6、そのチェイニーさんね、リズ・チェイニーさんね、ジャニアリ6コミティのさ、で、なんかトップみたいなとこで、トランプさんいじめてたからだと思いますけれどもね、やり返してると、こういうコメントを上げてですね、やり返してるということですね。まあ、で、なかなかリズ・チェイニーさんはですね、強いっていうか、怖い人だと思いますけどね、ヒラリーさん、ヌーランドさんみたいな感じで強い人だと思いますけども、怖い人ね。なんでかっていうと、だからリズ・チェイニーさんの父親がですね、ディック・チェイニーさんだよね。俺、よく知らないですけれども、まあ、それぐらいはちょびっとしていて、ディック・チェイニーさんでさ、なんだっけ、コブッシュさんの時のさ、ね、閣僚の人でしょ。で、ハリバートンだからね、ネオコンさんで、軍産複合体って感じの、なんつうの、代名詞の人じゃないですか。それの娘さんで、リズ・チェイニーさんね。そこの人にこういうふうに、言ってくるという、トランプさんだけの芸当みたいなね、感じですけれども。はい。まあ、本当に内戦になってしまうとですね、アメリカが、日本はものすごくとばっちり食らうと思いますから、例えば、ロシアが攻めてくるとかですね、中国、ロシアが同時に攻めてくる、そういうことが起きる可能性あるんじゃないかなと思いますね。だから非常に重要ですよ、こういうところを見とくのはね。はい。で、このニュースをですね、見てたとはですね、あとも他に思ったのはですね、トランプさんの人気はやはり本物なんじゃないかなという感じはいたしましたということで、それは付け加えておきますということですね。まあ、このニュースもですね、きな臭い感じが出てると思いますよ、とても。はい。でですね、他にきな臭い話をちょっとくっつけておけばですね、死んでる人いますね、ローメーカーで。なんだっけ？ジャッキー・ワロウスキーさん。この人をね、車で走ってたらですね、スタッフの2人と、20代のね、男性の2人のスタッフと、走ってたらね、対向車がオーバーランしてきて、正面衝突したみたいですよ。それで死んじゃったっつって、本当かなーみたいな、それは本当なんでしょうけど、大丈夫かみたいなね、感じだよね。他にはだから、ホワイトハウスでさ、ライトニングストライクが起きて、3人ぐらい死んでね、その2人はご夫婦らしかったんですけど、もう1人の人はね、家族の理由で、
その記事には書けないみたいな風に書いてあったから、その人はなんか重要な人だったのかなみたいな、大丈夫かみたいな、今年だか去年この1年だかで9名ライトニングストライクで死んでてね、でここで3人死んで、その3人がちょうどホワイトハウス、そんな確率でホワイトハウスでライトニングストライクで死ぬかなみたいな感じですよね。はい、だからちょっときな臭いっていうのは本当だなという感じですね。これが安倍総理大臣の射殺につながっているかどうかは分かりません。はい、ということで、ただし俺がきな臭いと言っていたのは当たっていますね。ただ普通に読んでただけですかね、ウォール・ストリート・ジャーナルは。やるな俺もということです。はい、次、そんでですね、早く行かないと終わんないんで3番目にちょっと移りますよ。はい、こう3番目はですね、ニュースをダラダラと言ってですね、終わりにしたいと思いますけど、なんつっても終わんないとね、長くなってね、うわ、もう15分いってんの、うわ、まずいな、そら、ということで、どんどんいきます。米国ヌーランド氏が来日したということですね。で、シオニストと言われているラム・エマニュエルさんね、駐日大使っていうふうに言うのかな、ですね、固い握手したと。で、日本で新しい道を切り開くと発表って言って、その新しい道は何なんですかみたいなね、非常に気になるところですね。まあ、日本人の人、そこ気をつけないとダメですよということです。次のニュースいきますよ。安倍氏暗殺後に BBC の報道でね、タイトルはこんなのということで、ちょっと言いますと、心臓エイベデス、ショックキリング、ザッティクルチェンジ、ジャパンフォーエバーっていうことならしいんですけれども、だから、フォーエバー、日本を永遠にどういうふうに どういうふうに変わっていくんだと、安倍さんの死はね、またここで何、どういうふうに変わっていくんだって感じがしますね。だからそこを日本の人、気をつけないとダメですよということですね。はい、で次はペロシさんの訪台関連ですね。訪台後、ペロシ下院議長、NBC だと思いますけれども、そこでね、中国は世界のうちの自由度の高い国の一つだと、ワンオブフリーカントリーかなんか言ったと思いますから、チャイナーイーズね。なんか、違う機関の引用みたいなことを一言付け加えてたと思いますけれども、そういうふうに言ったということですね。なんかありそうですね、ところで。ここで言ったのはなんかありそう、そういうふうにね。アンビギュイティになったのはまたなんかありそうだということですね。はい。で、次のニュースです。ペロシ下院議長訪台をめぐり、韓国、だから各国のね、その訪台をめぐる各国の話ですけども、カナダとかドイツは中国を批判していると思いますけど、韓国はですね、ちょっとどっちつかずになっているという状況だと思いますね。それで、それはどういうニュースでわかるかということですけれども、最初はですね、トップチャイナインディサウスコリアディプロマティスプレージクローサータイ、インマイディ台湾テンションズということね。インマイディ台湾テンションズってことですよ。クローサータイをするということね。それとかですね、あとは韓国大統領ペロシ下院議長にね、面会せず、だから訪台後にさ、ハントに寄ったと思いますけれど、その時にね、会わなかったっつってね、電話だけだったっていうことですね。だからどっちつかずになってるわけです。米国でもなく中国寄りになってるかなって感じね。それとかですね、次のニュースはチップ4ね。これはなんか米国が作りたがってるみたいなんですけど、米韓日タイでですね、半導体等の供給網連携強化を目指すようなグループを作りたいみたいな、そこに韓国が出るかなんか苦慮してるという状況だと、どっちつかずになってるということですね。これだから要するにですね、前にちょっともうだから2番のニュースを見ると、アメリカちょっと泥船ってると思いますけれども、泥船ってのは事実だと思いますけどね。そこでサウジアラビアさんはさ、なんか その川の方に飛び出してロシアの方の船に乗ろうなんつって泳ぎ始めてね、そのまま泳ぎていくかどうかちょっと考えながらだと思いますけれども、泳ぎ始めてると。で、韓国さんはこれダメかつって、こう
飛び込むか飛び込まないかみたいな、ね、その川に。で、中国の方行くかみたいな、になってるという状況ですね。日本はね、だから、なんか乗船してるのが減ってきてるなんて、ようやく気がついたかなみたいな感じなんじゃないかと思いますね。そりゃちょっとないだろうな、みたいな。ある人によってはさ、何、冷戦まだ、冷戦1年、一時冷戦もまだ続いてるっていう感じの人もいると思います、ね、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんじゃなくてもね、おじいちゃんおばあちゃんみたいなレベルでいると思いますよ。もう第二次冷戦が始まるか始まらないかみたいな状況なんですよってことね。それが冷戦で終わるのか、三次大戦かいっていう、どっちなんだよっていう状況じゃんかよっていうことね。まあ冷戦だと思いますけどね、第二次冷戦だと思いますけれども、はい、もちろん泥船ってるとは思いますけれども、米国船ね、ノリがだから注入されてさ、またねピカピカの通貨、何でモーターボート協定ボートの波に走っていくかもしれないですよ。それは分かります。だから日本が合ってるかもしれないですけどね、要は気がついてない人がいるってことね。そこはちょっとはないでしょ。だからマスメディアにさ、まあ、テレビだとなんだけれども、そこにもう完全にさ洗脳されちゃってるから、そういうのに信用しないで、自分で調べていかないとダメですねっていうことですね。まあ、そういうのに契機になればいいなと思って、ちょっとこれやってますということです。はい。はい、ということで、時間がないんで、次行きますよ、どんどん。次はですね、ロシア大使ガルージンさんね、この人が原爆の日にですね、喧嘩してたと、原爆日に喧嘩してたということがありますね。一応言っておきましょうかということですね。これはですね、だからといって、ロシアはですね、北朝鮮と関係強化するとか言ってましたから、そういうふうな動きもあるよという中での喧嘩であるということですね。次のニュースいきます。岸田総理内閣改造ということですね。これはですね、だから見ると、見てないですけども、内閣、だから、つぼの話があるからさ、ね、勝共連合に近い方の人が、外されちゃってね、より、だから、スクープニュース的に言えば、在日系左翼系、在日系左翼の人のに近い方が喜ぶような人が内閣に入っていくと、多くね、っていうことで、それはどうかなと思います。それはそれでどうかなと思いますね。はい。ね、在日系左翼、ちょっと良くないじゃないですかっていうことですよ。なんで、気をつけてくださいってことですね。だからまず日本人はね、前も言ったんだけども、だから、竹中平蔵さん一派を排除してね、そういう柔軟で、バジェットみたいなところとか、経済政策をなんとか日本人取り戻しながら、マスメディアにね、騙されないように、こういう洗脳してるよっていうのを広げてってですね、まずそれをやった方がいいと思いますね。それで、もちろんその、統一教会の話、忘れないで、ちゃんと、アキューゼーションしながら、地元の人を送り込んでいくと、なるべく政治のところにね、そういうことをやった方がいいと思いますねということですね。はい、はい、ということで次のニュースです。終わらなくなってしまうんでね、これもまた次もさおかしくてさ、何、小池知事さん、外国人企業者へ東京都が融資1500万円をということで、無担保、しかも無担保保証人で開始とか言ってるんですよ。これもおかしいよね。だからなんつうの、グローバル政策って感じね、左翼ってるような感じになってるじゃないですか。これもだから心臓エイベさんね、のお亡くなりになったのとですね、関係があるんでしょうかという感じですね。ちょっと全体的に左翼ってると。はい。で最後のニュースが、はい、これですね。何、キッシンジャーエクスプレス 3D We are at the edge of war with Russia and China なんて言ったっていうことですね。つまりだからこれを読むとさ、 We are at the edge of war だから、なんかキッシンジャーさんもね、なんかこの状況をコントロール掌握していないなという感じがするじゃないですか。これはウォールストリートジャーナルかなんかのブックを紹介するところかなんかで
ちょっとちょびっとなんか読みましたけどね、俺もね。はい、あったと思いますから、読んでみて見込みしませんということですね。まあ、前提的にまとめるとですね、まあ、安倍総理大臣が亡くなられた後に関係するのかどうか、まあ、勝共関係するのかどうか分かりませんけれども、勝共連合さんの方が弱くなってですね、日本は在日左翼系が強くなっているような気がいたしますね。グローバルってると、さらにグローバルったという感じがしますから、そこを気をつけた方がいいということを言おうと思ってですね、今回のニュースにしてますということで、世界の方もですね、トランプさんはだってやったんでしょ、統一教会に近いそうな感じですね、そこが、ね、やられてると、FBI のレイリーが言ったとかさ、ね、言ってますから、その辺気をつけて、まあ、潮目変わってるというふうな人いますからね。で、さっき言ってみましたけど、だから日本のマスメディアね、の動きがそこ見れてるかもしれませんから、その統一教会のニュースでね、それ見てくださいと。まあ、その辺を見ながら、情報をいろいろ得てですね、またいろんなところから取ってですね、分析していろいろ考えていってほしいなと思いますということです。ちょっとですね、日本非常にまずいと思いますよ。どん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 まずくなっていくね。良くなっていくということが起こってません、全然。 はい、ということで終わりで、注意1ですね。注意1はですね、何？そうそう。だから、なんか見てくれたとかいう人もいましたけれども、なんか分析するやつを見るとですね、視聴者ゼロでしたんでね、存続暗礁です。が、まあまあ続けるかどうかちょっと分かりませんということですね。はい。で、注意2はですね、注意2はそうそう、B 層な人ね。こういう話っていうのだから、スクープニュースだよ。にみたいな話をどん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 ですね、知らない人がいたらば、ビーソな人がいたらばですね、広めてってくださいということですよ。広めていかないで一人で言うとね、危ないですからね。俺も実際に狙われましたけどもね、射殺された人などもいると思いますけれども、それが世論になればですね、特定人物を攻撃しても大丈夫になってくる、まあ、意味がなくなってくると思いますから、そういうふうに広めていってくださいということですね。ということで、今回はニュースこんなもんということですね。最後に音楽ファイルをちょっとくっつけて、ラジオ、音声、ラジオのようなファイルにしてですね、配信しようと思いますんで、アップデートしようと思いますんで、よろしくお願いします。また続けるかもしれませんし、このまま、うだうだニュース終わるかも、企画倒れで終わるかもしれませんから、よろしくお願いいたしますということで、す。